はい、皆さんこんばんは、山々山よです。ということで解決山ペリアね、やってきますよ。もうね、もうお任せ表示すぐ押します。なんでかというとですね、この前にね1本ボツにした動画があるんですけどね、まあね10分以上ね前のりでね喋ってしまってね、何をやったのかもうわからないのかわからなくなっちゃいましたんでね、あの反省しました。あ、おし、うん、来た。戦国武将来ましたよ。これまた間違いにくいところ来ましたね。今井信長ですか。ほう、戦国時代の武将ですね。甲斐の国武田氏の、家臣ですね。武田ですね。ということでございます。戦国武将一人でございますね。はい、ということで、武田勝頼氏の、家臣で、同族に今井よ、いやいや、もう知らないことないんですよ。知らないことないんですけど、口が回らないのね。そうそう、下滑舌が回らないだけですがね。改めていきましょう。経歴人物、武田勝頼家の家臣で、同族に今井信元、ちょっと、Google 先生にも、何か振ってないじゃないですか。あれですよ。私、分かってるんですよ。分かってるんですけど、これね、皆さんのクイズね。皆さんへのクイズですからね。コメント欄でね、回答ね、書いて、送ってきてくださいね。そうやってね、コメント欄でね、繋がっててね。ね、正解もちろん私知ってるんですよ。知ってるんですけどね。うん。ほら。で、やっぱ、すぐにね、答えたらね、これはね、つまらないじゃないですかね。Google 先生でも持ってないようなことですからね。ぜひね、皆さんでね、この回答をね、コメント欄でね、教えていただくじゃない。回答欄答えていただいてね、私がね、それでね、あ、合ってるよとかってね、上から目線で言わせてもらいますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。では、行きましょう。続きね、今やってるのは、この今井信長さんですからね。で、初見資料は天正2年1574年6月24日、矢崎家文書で、勝頼が、お遠見だか天津城と遠海の国、遠海の国っていうのはやっぱり私通ったことあるところなんで、ね、遠海ね、ちょっと 浜松のあたりのことやのに何を言ってんねんってね、言われそうですけどね、の、これは、なんていうの、鷹天神城ね、鷹天神城を陥落させたことを祝うとともに、諏訪大社、神社権、権宿の、矢崎氏から送られたと思われる、坊寺から、送られた見舞い状に対して祈祷に対する礼状を記していると。礼状ね、ちゃんと書いて、律儀な方じゃないですか。さすがね、武田氏のね、武将で、家臣でございますよ、ね、礼儀正しいですね。この時点で、左近大夫と名乗るっていう、ちゃんと名乗るだけの、その立ち位置にあったわけですね。で、天正3年1575年11月の長野県辰野町諏訪神社、東礼でいいんですよね、これ。胸札、これで胸札ね、そうだよ、霊じゃないよな、札だよな、胸札ね、は、このやつらしいですよ。さすがウィキペディア、もういや、もちろん知ってる、知ってる。で、胸札有名じゃないですか。で、見たことあるでしょ。私も見たことありますよ、胸札は。見たことありますよ、胸札って言うんだ、知らなかったけど、で、知らなかったことなんてないですからね。軍事今井、左近大夫と記され、武田氏の、信濃の領空のうち、高遠城ね、ほら、よかった、って言った。東、俺、ここ前通ったことあるはずなんだけどな。俺、忘れてるな。で、を中心とする、上伊那郡の支配を担う、上伊那郡主を務めている。伊那、
素晴らしいですね。はい、高覧記によれば天正10年1582年3月織田徳川連合軍による甲州征伐にて、捕らえられ、処刑されたということで、じゃあそういう最後を、解けたということですね。高覧記という、やつがあるんですね。それでいろいろと載ってるんでしょうね。歴史書、天正10年頃に出てる、こんな本があるんですよ。さすがにこれは私も読んだことないですよ。知らなかったな。あるの知ってますよ。この時期にはね、いろいろとやはり書かれてるのがあって、これがね、一つね、日本の歴史のね、おけるところで面白いところで、記述記載が結構残ってるんですよね。っていうのは外国と一つ大きく違うのが、戦国時代でもいわゆるガバナンスがもちろん戦国時代ですからね、軍友割拠なんですけど、その軍友割拠の中では他の国でこういった戦争になったらもうドロドロすぎて、そのね、リアルタイムのそんな状況とか何も分かりませんよというね、ことになるようなこととかもね、多いはずなんですけど、日本の場合はね、結構こういった、文献という形で、ね、記録して、残っていくのが多いんで、そういったガバナンスが効いてるというのは一つ大きな特徴に、なってくると言えるんじゃないかなと思います。こんなところですね。まあいろんなね、武将さんいますからね。いやーね、ね、今川家とかね、ところね、そういうところともね、まだ違う。こういったね、歌詞のことまで、こんなね、くまなくね、教えてくれるウィキペディア、やっぱ素晴らしいですね。ということで、まあ皆さん今日もね、また新しい知識が身についたんじゃないでしょうか。またね、今後もね、こういったね、企画どんどんやっていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントで、ね、さっきのね、答え合わせなんかもね、やってきますんでね、ぜひね、コメントでどんどんお寄せください。それではね、この動画以上でございます。終了させていただきますね。ご視聴ありがとうございました。